ショーン・パイ・フロムはアメリカ合衆国フロリダ州タンパー出身の俳優。7歳の時、家族でロサンゼルスに移住する。兄のクリスと妹がいる。2000年にハーレー、ジョエル・オスメント主演の映画、ペイ・フォワード・可能の王国に出演し、2004年から放送を開始したテレビドラマ、デスパレートな妻たちに出演した。マーシア・クロス演じる、主人公の一人ブリー。 バンデカンプの息子、アンドリュー・バンデカンプ役として、ずるがく、母親との関係に苦悩するティーンエージャーを見事に演じ、注目を集めた。2006年には、ティム・アレン主演の映画、シャギー・ドックにも出演したほか、シカゴ・ホープ、ニップ、タック・マイアミ政形外科医、マルコム・イン・ザ・ミドルなどの人気シリーズにも、ゲスト出演している。2014年、 フィリップ・シーモア・ホフマンの死を受けて、自身も、薬物依存だったことを告白した。デスパレードな妻たちのショーン・パイ・フロム、薬物依存の過去を告白。海外ドラマナビ、2014年7月2日閲覧。サムシング、アイマスト・シェア、アット・タンブラー、ショーン・パイ・フロム・ライツ、アバウト・ヒズ・オーン・アディクション・フォロウィング、フィリップ・セイモア・ホフマン、エス・デス、ピープル・ドット・コム、フェブラリーさん。 2014ありがとうございます。